音とリズムで子どもの英語耳を育てるヤマハ英語教室に新たなコースが開設されることになりました新しいコースはイギリスの公的機関と連携するということでこれから記者発表が行われます東京オリンピックを迎える2020年小学校3、4年生で英語の必修化そして5年5年生、6年生では正式教科になるという動きの中で英会話教室 学習塾予備校が業界再編と内容術に向けた活発な動きを進めてきております。ヤマハとしても幼児分野での強みに加えて小学生以上の専門性強化と高校大学まで続く英語教育への充実を目指して今回新しい展開を進めていくこととしました。英国の公的な国際文化交流機関であり 日本国内でも公的な英語教育機関へ支援協力関係にあるブリティッシュカウンシルさんとの共同で小学生及び中学生への英語教育を通してグローバル人材教育育成に貢献していきたいと考えております As Doi-san has kindly said, The British Council is the UK's international organization for cultural relations and educational exchange and we now operate in over 100 countries We work in English, education... And the arts. And among them, English has always been a core focus for our work since our foundation in 1934 in the UK. Around the world, we seek to work with ministries and other organizations in efforts to raise the standard of the learning and teaching of English. And in Japan, we've been working to develop standards of English language since we began our work in the 1950s. In 1989, we launched our own English school, and we continue to work to support uh, the development of teachers of English here in Japan until this day. To finish, I believe that the collaboration between our two global brands will bring important benefits to both our organizations. And above all, and even more important, I very much hope that all the students at Yamaha English School will benefit enormously from our working together. ヤマハの持つ強み、特徴に、ブリティッシュカウンシルさんの海外での実績経験、それから専門性を加えまして、新たな英語教育サービスを小学生コースのを展開することによって、子どもさんたちに提供してまいりたいというふうに考えております。それが今回のヤマハ・イングリッシュ・アカデミーでございます。ヤマハ・イングリッシュ・アカデミーコースは、英語を学びたい小学生を対象に、ブリティッシュ・カウンシルさん認定の 経験豊富なネイティブ講師さんが担当いたします実際に使える英語の学習定着を図ってまいりますこちらの絵にございますように講師陣、まあ、指導力と専門性の高さを有するネイティブ講師高品質化す実践的な、えー、プログラムになっておりますこちらについてはブリティッシュカウンシューさんによる監修それからコミュニケーション力がつく実践プログラム先ほどフォースキルという表現もございましたけれども聞く 話す読む書くの4領域を重視した内容になっておりますそして時代に即,即応したオリジナル教材の開発も併せてやってまいります教室体系についてでございます左側の方がヤマハ英語教室の現在のコース右側の方が今回新しくスタートいたしますヤマハイングシュアカデミーのコースウェアでございます 小学生を対象に英語コミュニケーション力の育成を中心に学習を進めてまいります。初年度は小学生入会3クラスを展開してまいります。合わせて帰国市場の方々の英語力維持・向上を目的としたクラスも新設させていただきます。2年目以降、順次、新旧クラスを投入いたします。また、近い将来には中学生、大人への クラスの展開も視野に入れ、お客様のニーズ対応をしっかりと実施していきたいというふうに考えております。初年度のレッスン料および回数については、下の方に書いてございますけれども、入会コースの方は年間36回60分、月額1万5000円を想定しております。ニーズが特に高い首都圏を中心とする大都市圏で展開をしてまいります。5年後をめどに60箇所5月に所月 吉祥寺池袋をスタートいたしますスクリーンに映っておりますのが吉祥寺のお教室でございます吉祥寺北口徒歩2分に位置いたしますヨゾバシカメラのお迎えになります、えー、こちらの方は、えー、ミュージックアベニュー池袋ということで5月開校になっております、えー、こちらの方は、えー、池袋の東口徒歩3分という、えー、立地の輪っかという昨年の秋にオープンいたしましたファッションビルの方に入っております なぜ今回小学生の英語教育に力を入れようと思われたんでしょうか。はい、ヤマハのの英語教室というのは あの基本的には幼児のゼロ歳から六歳のところが特徴あるまああの音楽を活用してのあのレッスンだったりするんですけれど、まあその新級クラスのところについてはあのまだまだあの専門性を強化していく必要があるだろうなというふうに考えていたからなんです。でそこでまあブリティッシュカウンセラーさんのお手伝いをいただくということになりました。あのまあ二千二十年学校で勉強になるということもあるんですけれど、まあオリンピックパラリンピックもあったりして。 まあこれからどんどんそういった海外から多くの方が来られてその人たちとコミュニケーションもしなければいけないそれから日本人全体でそれもっとグローバルに行かなければいけないということを考えると今のお子さんの世代からきちってそういったコミュニケーション力まあ英語を通してのコミュニケーション力というのをまあ強化というか強くしていくということが日本にとってもいいことなんじゃないかなとでそのお手伝いを山としてあのやっていけるんじゃないかなというふうに思っているからです。 The benefit really is not so much that we want to receive, but we want the uh, young learners of English in Japan to receive. So we hope that uh, through this collaboration, um, even more young learners will uh, have access to high quality English classes in Japan. And that's our mission. So it's not about benefiting the British Council, but about actually giving the opportunity for many young learners in Japan.